今年4月に筑波大学附属高校に進学された秋篠宮家の長男中黒久人様。現行の皇室典範では、男系男子のみに皇位継承の資格を与えており、皇位継承順2位の久人様は将来天皇となるものの、仮に久人様が結婚されない場合もしくは男子の子供を設けられなかった場合、皇統は断絶します。そのため、どうやら、 宮内庁はすでに悠仁様の将来の置き先選びの準備を進めているようなのですが、こうした事実そのものが、悠仁様の結婚の実現を困難にしている。として徳島文理大学教授の八田和夫氏は、堺知るというネットメディアの記事にて次のように述べています。今後、佳子様、愛子様のご結婚相手探し悠仁様の置き先日が始まるが私は金がね、 各種のパーティーなどで集団で多くの異性も含めた大学以外の異性との交流があり、そのネットワークの中で探されるべきだと提案している。いわゆる見合い方式は、考えうる候補者を週刊誌などが先回りでリストアップして報道するので、最初の出会いのセットが恐ろしく困難であることは、現在の陛下の置き先選びの時に関係者が最も嘆いていたことだ。悠仁まの置き先候補は今もう中学生か高校生だ。 晩婚化が進む一般社会の感覚だとご結婚の年齢を問わないかもしれないが、久人様の置かれている立場からすると、あまり年頃が変わらない女性と早めに結婚していただくことが好ましい。早くそういうシフトを取るべきだ。当チャンネルでは、紀子様が、地区府の久人様と同学年の女子生徒に対して、無理やり、久人様との交際を迫ったという事件について紹介しましたが、紀子様が、 そのようなある意味で犯罪的とも言えるような異様な行動を取られた背景には、こうした事情も関係しているようです。ところで、悠仁様には、年頃が変わらない女性と早めに結婚していただくことが望ましいとするこの八幡氏のエッセイですが、後半部分では、学習院などで、将来的に悠仁様の置き先となるための特別な教育プログラムを設置すべきだという珍妙な説も卑怯しています。 私が以前にも提案したことがあるのは、宮内庁と協力して、大学院内し特別クラスのような形で、皇室研究の組織を設け、皇族や秘伝家候補、逆に皇族の女性と結婚する人、さらには、宮内庁職員や皇室と縁が深い様々な職種の人などを教育する場とすることだ。これまでも秘伝家になる方の教育が短いご進行だけで済まされたりしてきたが、そのことの代償は大きかったと思う。 また、これまで旧家族など家系で引き継がれてきた皇室にとって必要な知識の伝承も難しくなってきているのである。儀式などについても、前回の時の記録といっても出来不出来の差が大きく困っていると聞いている。例えば、儀式などについても、映像化することで残そうといった試みも進められているが、そういうことも担う組織が必要な時期だし、学習院などにふさわしい役割であろう。 学習院で将来的に悠人様の結婚相手となるための教育プログラムを設置し、複数の女子生徒をそこで教育するとは何とも珍妙極まりない季節ですが、八幡氏がこのような提案をしている背景には、紀子様のご意向も関係しているようです。八幡氏も、言うなれば、紀子様の子外の言論人の一人ですからね。このような珍妙な説を唱える背景には、 き子様がそうした教育機関を望まれているのだと思ってよいでしょう。要は、き子さまのお考えを忖度、もしくは代弁しているということですね。本当に、漫画のようなバカバカしい話ですが、要は、き子さまは、将来、ひさひさまと結婚したいと考えている女子大生に学習院の特別な教育プログラムを受けさせ、その中で女子大生らを競わせて、 最も成績優秀となった生徒を久人様と結婚させようとこう。得ているわけです。秋篠宮家の架空建築費疑惑について続報です。以前もお伝えした通り8億5000万円近くもの死と不明金について市民団体と協力して区内庁に納法を突きつけました。具体的には、講師家への会計監査を請求を行ったわけですが、こちらについての詳細をお伝えします。 2. 秋篠宮家に対して会計監査請求。秋篠宮家の疑惑について市民団体と協力して宮内庁に、ノーを突きつけました。果実の動画でも紹介しました通り、私、ケリー・アイは宮内庁に情報開示請求を秋篠宮邸の改修工事がんする資料をいくつも取り寄せました。3. 秋篠宮邸の工事費用の水増し請求疑惑。さて、今回提出した、 会計監査請求では、特に次のような点を問題視しています。これらの疑惑をしっかり説明するために、秋篠宮家は会計監査を喜んで引き受けると思っていますが人たちでどうなるのか中黒中黒中黒。知人のベテラン記者に今回の事情を説明したところ、道子様もノ子様も贅沢は皇族の権利だと思っています。すべて嘘で何が悪い 開き直ってて会計監査を拒否ししくるだろうと言われました 4. 守られすぎている秋篠宮家国会議員に支給される月100万円の文書通信交通滞在費がメディアなどで取り上げられ問題視されました毎月100万円払われて領収はいらないという破格の議員特権ですさらに宮家の事務を統括する宮内庁の国家公務員宮務官旧務官はいますが 経理専門の職員はいません。もちろん宮家財政のある程度はミヤム間も把握していますが、口出しする権限はなく、ミヤム当局が調査に入ることもない特権で守られています。疑惑の総合勝者となった秋篠宮家一もはや会計検査は義務だと思います。今回提出した請求に対し、秋篠宮家がどのような対応を取るのかまだわかりませんが、結果が出次第。 皆さんに報告したいと思います。脅迫行為、犯罪、もいとわない971兆永久家からの指示なのか。違法行為を平気で実行する永宮家ならあり得る。国民の命より己の名誉が大事な赤ですからね。宮妃による巨額の業務上横領指示の可能性がある重大事件だと配読させられました。見てこの時もそうでしたが、 長年さんの小矢を実施だと偽ってきたことが皇族被差しになるので、バレては大変と言論弾圧しようとしたり、DNA 鑑定逃れの仮想収穫から生前退位をぐずったりと、こちらの信仰成金階級での人々や新兵出身の人々は、違法行為を正当化するために、手段を選ばないところが問題です。両陛下のつつましやかなお暮らしぶり、愛子様の借用ティアラなど、 国民の藩となるべきはどちらの家かはもはや一目瞭然です。こういうことは多くの国民が知るべきです。うやむやで済まされる問題ではない、税金が原資なのに、格子混同して私腹を肥やしているとしか受け取れません。その私腹を肥やしているところに便乗しているのが小室母子です。なんでこんな人たちを祭り上げるかのように扱わないといけないんでしょうね。みんなから平等に集められる税金。 どんなに苦しくても持っていかれるのですから、税金はもっと大切に使ってください。映画の皆さん、十分贅沢な暮らししているでしょうが。どこまで貪欲なんですか、正義は勝つ。を見たいです。秋篠宮家は贅沢している感覚はないのかもしれません。むしろ、これが普通と思っているかも中黒中黒中黒マコさんを見ればわかります。 皇室を正常化したい国民が敬愛できる方が次の天皇家を継承してほしいという思いで皆さん活動されていると思います。勇気には頭下がりますがどうか身辺にご注意ください。ただあれほどカヨさんの疑惑報じられても動いている様子の見えない検察や警察庁を見ていると裏で政治家まで巻き込んで圧力がかかっているのでは、と思ってしまいます。庶民なら呼び出しくらい来ている。 次のニュースセクション加古様に、間違いないお相手とのお忍び愛報道マコさんと同じ選択なら秋篠宮家どうなる秋篠宮家次女、加古様の交際報道が飛び込んできた。女性自身8月23日中黒8月30日合併号によると、お相手は学習院初等科時代の同級生で、学習院高等科を卒業後、有名次第の私学部を卒業したエリート司会の男性。 男性の両親はのりこ様と学習院の同級生で、現在まで家族ぐるみの交流が続き両家の関係は深いとのこと。7月初旬、都内にある男性一家が運営する司会院県自宅をお忍びで訪れた加古様は、2時間半ほど過ごされたという。このお忍び合いスクープで現実味を帯び始めているのが、加古様の結婚だろう。佳子様は2019年に国際キリスト教大学、 ICU を卒業の際、結婚について次のようにお話しされている。結婚の時期については、遅すぎずできれば良いと考えております。今回は、美智子様が皇室のまつらいについて、まさ子様に一言中黒中黒中黒ま子様反発で講師、下崩壊という内容でお届けいたします。様々な問題を抱えている皇室ですが、 そんな中、道子様が皇室の未来について、子さ子様に一言を知ったそうです。一体どういうことなのでしょうか。早速見ていきましょう。以下本文皇位継承が2名いらっしゃる秋篠宮家。長男中黒久人様は、次世代の天皇後継者として今後の皇室を担う存在です。 長女中黒真子様の結婚問題や久仁様の教育問題などを抱えている篠宮家ですが、秋篠宮様と範子様がこれらの問題で口論になることがしばしばあると言います。ご両親の喧嘩が絶えない環境の中で現在中学3年生となられ今後は、高校進学に向けて世間の注目が集まる久仁様はどのようにお過ごしなのでしょうか。少し心配な秋篠宮家ですが、先日、 上皇后美智子様が雅子様に煽ったというお言葉が注目されています美智子様は雅子様にどのようなお言葉を煽ったのでしょうか。久人様は、皇位継承者として必要不可欠な帝王学をこれまで学ばれて来られませんでした。一方天皇陛下は、幼い頃から将来の天皇としての教養を学ばれていらっしゃいました。秋篠宮家は、一般の家族と同じように暮らすことが大事という方針をお持ちでしたので、 学校の勉強以外に特別な教養を身につけ、ることを何もしていなかったのですが、上皇様の生前退位に伴い、有識者の方々に家庭教師を依頼するようになりました。秋篠宮様は、以前天皇に即位するための教育を受けていないという旨のご発言をされたことがありますが、兄である天皇陛下が帝王学を学ばれる中で、 兄とご自分との立場の違いを認識されて成長してこられました。美智子様も将来の天皇として大きな役割が期待されている兄には幼い頃はのびのびと自由に育てられ弟の秋篠宮さまとは異なる教育方針で育てられたと言います。幼い頃から兄とは立場が違うことを認識しながら成長された秋篠宮さまは大学進学の際に、 これまで皇族方が通れてきた学習院ではな、他の大学への進学を希望したと言います。しかし、希望通りにはなりませんでした。このように、秋篠宮さまは、皇族でありながら、天皇にはならないという立場を認識しながら成長されてこられたという経緯があります。秋篠宮さまが皇位継承順位1位の皇子となられたことを国内外に知らせるタスベロギ氏の例が無事に取り行われました。 幼い頃から将来天皇となることが決まっている兄とは立場が違うことを認識しながら今日まで来られた秋篠宮さまご自身が天皇に即位する可能性があるということに焦りやプレッシャーを感じておられるかもしれません。の子さまが抵抗学について秋篠宮さまに尋ねようとすると兄を頼るように勧められていたと言いますが、講師となられてからは兄任せとはいかなくなったようです。 帝王学の講義は悠仁様に向けて行われますが、秋篠宮さまも共に講義を聞かれて、熱心に学ばれているといいます。これまで帝王学を学んだことのない秋篠宮さまですので講義内容は新鮮で学ぶことも多いのではないでしょうか。以前上皇さまは、海外の要人らから表敬を受けると、毎回日本の歴史や世界情勢についても深い見識を披露されていたといいます。 天皇陛下は学生時代いつも、日々の新聞で読んだ記事の内容について上皇様に話さねばならなかったと言います。その記事を通して記事のことだけでなく、それ以外のお話も上皇様に教えてもらいながら、幅広い知識を学ばれていました。天皇陛下は、幼い頃から上皇様から直接帝王学を学ばれその他にも日本の天皇の歴史や伝統、そして天皇としてのあり方など様々な、 素養を学ばれて来られました。このような天皇としての素養や協養は幼い頃からの積み重ねが大事で即席で学べるものではありません。秋篠宮様がこれから家庭教師による講義を受けて、上皇様や天皇陛下と同様な知識や見識が得られるのでしょうか。食べ物の好き嫌いをなくすため、道子様は幼い陛下に対して厳しく接して来られたといいます。この記事皆さんはどう思われましたか 何かご意見がございましたらコメント欄に記入ください。愛子様は何も心配することはありません。心穏やかに教養もありなさりようが天皇皇后両陛下を見本として常に頭に入っているこんなに素晴らしい愛子用将来愛子天皇としても恥ずかしくありません。ありがとうございます感謝しております。末永く皇族として立派になられているお姿見ているだけでも安心しております。口では、 素晴らしいことを言って、裏では、非常に、醜悪な裏工作を平気でする。さすが、平成の大女優、三島幸夫が俗人と言ったことが本当によく理解できる。その通りだと思います。あと、三島幸夫の試しの話は審議はわかりませんが頷けますよね。あれだけ次男坊を甘やかして壊した挙句皇后陛下に嫉妬していじめたのにね。どの口が言うんだろう 代代わりしたのですからもう、う道子上皇后には潔く発言は慎んでいただきたいものです。一刻も早く皇室天半を改正して、愛子内親王殿下の立体指令を挙行すべきです。日本は正しい選択をすべきです。道子上皇后様の力でそろそろ方向を切り替えてもらわないと皇室の存続が怪しくな。ります。このままですと上皇后様のお点になります。 国民が何を言っても聞く耳を持たない政府はもう頼りになりません。上皇后様だったらできると思います。マコさん、待望の新婚旅行。昨年10月に、小室圭さんと結婚し、翌11月にニューヨークへ移住した秋篠宮家の長女マコさん。当時、週刊誌等のメディアでは、実質的な駆け落ちなどとも称されたこともあってか、これまで新婚旅行は行っていませんでした。ですが、 女性自身2022年9月13日号は、マコさんの新婚旅行の計画に関する特集記事を掲載。南米への新婚旅行を要望し、宮内庁を困らせているとして、次のように報じています。小室圭さんの3度目の司法試験の合格発表は10月下旬です。今度も不合格となれば、勤務しているローエンスタインサンドラが解雇に踏み切る可能性もあります。 いわゆる少年バットなのですが、小室夫妻からはあまり危機感が伝わってきません。そう語るのはニューヨーク在住のジャーナリスト。本紙は先週発売号で、在ニューヨーク日本国総領事館からの小室夫妻への手厚いサポートについて報じた。日本人ジャーナリストが続ける。現在総領事を務める森幹夫氏は秋篠宮様からの信頼が厚い人物です。総領事としては、 小室夫妻からの要望は、可能な限り対処する、という姿勢なのです。しかし、そんな総領事でも対処に困る問題が生じていると聞いています。実はマコさんが結婚1周年を迎える今週、新婚旅行を希望しているそうなのです。家族や国民からの反対もあり、マコさんと小室さんの結婚は駆け落ち同然となってしまった。元々の予定では帝国ホテルで披露宴が開催されるはずでした。 しかし、小室さんの母親かよさんの金銭トラブルが発覚し、真子さんの結婚に関わる経済的問題には国民が厳しい目を向けるようになったのです。それでも真子さんは小規模な披露宴を行うという夢を持っていたようでした、皇室ジャーナリスト。一住院用父19年に真子さんの国際キリスト教大学、ICU、時代のクラスメートの女性が結婚式を取り行った。 キャンパス内のチャペルで挙式し、大学食堂で披露宴を行うというものでした。マコさんも出席し、非常に興味深そうにしていたそうです。しかし、それから2年経っても、小室さんとの結婚への逆風は弱まらず、少人数での挙式、披露宴すらできなかったのです。全室、公室ジャーナリスト。マコさんは、昨年10月26日に婚姻届を提出したものの、その直後に、 小室さんのニューヨーク州司法試験の不合格が判明。渡米してすぐに、現地のメディアに新居も報じられ、新婚生活の甘さを味わう余裕もない日々が続いていた。前出のジャーナリストはこう語る。披露宴もしていないマコさんが、結婚一周年を機に、せめて新婚旅行でも、と考えるのは、自然なことに思えます。しかし、 総領時間が困惑しているのは彼女が希望している行き先なのです。ハネムーンとして選んだのは中南米への海外旅行。マコさんはその地域に好印象を抱いているのだという。中略。マコさんには、かつて訪れた地域への裁縫以外にも、特に気になっている場所があるという。特に念入りに検討しているのは、エクアドル領のガラパゴス諸島とグアテマラのコトアンティグアだと聞いています。 ガラパゴス諸島には独自に進化した固有の動物がいます。東京大学総合研究博物館に勤務していたマコさんらしいリクエストですね。しかしニューヨーク総領事館としても、そのまま送り出すというわけにはいきません。旅行先の大使館や領事館に外務省を通じて連絡を取り、サポート体制を強いてもらわなければならないのです。全室に本人ジャーナリスト、中略。 現地の治安状況などには関心が薄く、やや暴走気味に夢を膨らませ続けているというマコさん。日本政府も戦々恐々とする中、一年遅れのハネムーンは希望通りに実現するのか。こちらの記事では、マコさんが希望しているという南米への新婚旅行について、警備面からの問題について指摘。安全確認のためには、現地の警察との調整も必要ということで、 協力体制の整えやすい、ハワイへの旅行なども提案したようですが、マコさんは全く取り合わなかったとか、週刊朝日に天皇陛下の誕生日会見の言葉が紹介されていましたね。マコさんの結婚をめぐる言葉で天皇陛下が多くの方に心配をおかけすることになったことを心苦しく思ってますと発言しました。そして皇室に関する情報をきちんと伝えていくことも大事なことと話されました。 このコメントに平成の天皇の自重として皇室に仕えた駄菓子がコメントしていました。駄菓子は天皇陛下が皇太子だった2006年にカナダのバンクバーを訪れた際に総領事として案内役を務めたことがあるようでその時のことが印象に残っているようです。皇太子を連れてマーケットを訪れた時に赤ちゃん連れの若い日本人の母親がうっそ。あらなるちゃんどうしてと悲鳴を上げたようです。 そしたら当時皇太子だった天皇陛下はにっこりと笑ってその母親と会話を始めたようです。それで会話が終わって母親が去ると多賀さんに茶目っけたっぷりにうっそうと言われても困りますねと話したようですね。さらに女子学生からも声をかけられて一緒に写真を撮たいんですと声をかけられたようです。そしたらいいですよと応じたようですね。 この姿勢はその後も変わっていないようで2017年にデンマークを訪問した時も地元住民からセルフィーで自撮りデーションに写ってほしいらいまれて笑顔で写真を撮ってくれたようですが、マレーシア訪問でも当時もナジブ首相と一緒に写って首相が一緒にセルフィーができたとツイッターにも書き込んでいるようです。そういや、秋篠宮様がそういう風に写真を求められているトロを見たことも聞いたこともないですね。 今回の天皇陛下の誕生日会見ですが例年よりも長く45分も話されて真子さんの結婚に関する質問で結婚に至るまでの状況を踏まえ納采の儀については病死の宮様の判断でされまた、そして朝見の儀話については私の判断で取り行わないことになりましたと答えました。そして多くの方に心配をおかけすることになって心くしく思っておりますと答えたわけです。 マコさんと小室圭の異例の結婚の原因がご自身にもあるとして国民に対する謝意を述べたのは天皇としてはかなり踏み込んだ発言のようです。逆に言えば皇室のトップがそう述べなければいけないぐらい皇室にとって危険的な状況だと判断されたわけで。まあ、それにしても小室圭も司法試験を受けたわけですが結局報道したのはデイリーメールだけだったんですよね。 つまり確認はしていないけどもデイリーメールが受験したように報道しているから受験したんだろうと書かれていましたが週刊誌によると2日ともほぼ同時格好でちょんだようですと本当に受験、のかわからないような書き方もしていましたね。昨年7月に小室圭が受験した時は NHK は速報で報道したんですよ。字幕スーパーをつけて小室圭が司法試験を受験しましたと報道したんです。 それが今回の試験はどこもスルー扱っても数分ですからね。この背景には秋篠宮さまが小室圭とマコさんの結婚をめぐる報道について事実と異なる報道が続いたと懸念を示して今後はそうした内容に反論する上で一定の基準作りをす必要があると考えを述べました。つまり嘘の報道をすると反論するかもということですね。これで NHK や他の局もあまり報道できなかったわけです。 これはどういうことかというとデイリールの報道が本当どうかがわからない。ということなのでしょう。つまり小室圭が受験しているかどうかがわからないしむしろ二日間同じ服なんてあり得なパイプ石どうもやらせっぽいから事実でない報道はできないとしてあまり扱えなかったのでないでしょうか。やはりそう考えると小室の今回の受験はフェイク受験だった可能性が高まりましたね。 まあ受験していても不合格だからどうでもいいですがもう小室夫妻に外務省は援助しなでもらいたいですね。ちなみに久人様の方にもまた新しい疑惑が出てきました。それは久人様の受賞した作文当作の問題ですが実はあの賞も初めからもらえることが分かっていた出来レースの可能が出てきました。 それはあの作文コンクールが報じられたサイトが北九州市立文学館というサイトなのですがこの建物は2020年5月にリニューアルオープンしているんですそこで何か怪しい匂いがしたので施工業者を調べてみるとクライアントが単成者、単成になっています単成者のサイトでは例えば皇室に深いつながりがある日本籍十字社の施工実績も2012年4月にあります小室圭さん逮捕の可能性 試験問題を事前入手して試験に挑んだという小室圭さんですが実は今回ニューヨーク警察は司法試験で試験問題の漏洩があったとして捜査を進めているそうです実は今回のニューヨーク州司法試験では大規模な試験問題の漏洩が発生したのではないかということでニューヨーク州警察が捜査を進めているようです果たして小室圭さんが こうした大規模な情報漏洩に乗じて試験問題を入手したのか、または別ルートから手に入れたのかはわかりませんが、ともあれ、不正な形で受験したことが発覚すれば、逮捕される可能性もあるでしょう。また、ニューヨーク州弁護士会も、今回の試験で、試験問題を不正な形で事前に入手した受験生は、今後ニューヨーク州での司法試験の受験資格を永久に剥奪するとも発表しているため、 小室圭さんが試験問題を事前に入手したことが事実であり、かつ、それを不正な手段で入手したと判断された場合、永久にニューヨーク州弁護士の資格を得られなくなる可能性が高いようですね。ニューヨーク現地のジャーナリスト、テーミスが小室圭さんの不正受験を暴露。もしかすると、小室圭さんは、それほど強く弁護士になりたいと望んではいないのかもしれないですね。とはいえ、一方で、 月間テーミス2022年9月号では次のようにも報じられています。しばらくして米国から驚くべき情報がもたらされた。同関係者が語る。試験後、小室氏はニューヨーク総領事館関係者に試験では聞いていた通りの問題が出たのでバッチリだった。今度こそ大丈夫だ、と自信満々に語ったという。もちろん、 事前に聞いていた問題が出たなら正当できただろうし、合格点にも達した可能性が高い。だが、これは言い方を変えれば試験問題の漏洩、つまりカンニングで不正行為になってしまう。法に厳格な米国で果たして試験問題の漏洩などの不正が本当にあるのかと同関係者は戸惑ったというが、同時にありえない話ではないとの心証も抱いたようだ。なぜなら、 小室氏をめぐるこれまでの功績とを振り返ると、裏で何かしらの圧力が働いたとしか思えないものが多いからだ。中略。結果発表は10月だ。小室氏は多くの人に見せた笑みの通り合格するのだろうか。ニューヨーク生活を満喫する小室夫妻は出産の準備にも入ったという。皇室を利用し尽くす姿勢は今後大きな問題に発展しそうだ。 そんな中で彼がアメリカのロースクールに留学したのは、二人が内々で婚約した当時、マコさんが海外に拠点を作ってほしいと願ったからなのです。そこで小室さんは懇意にしている女性弁護士から紹介された日本の法律事務所でパラリーガルとして働き始め、アメリカの国際弁護士になることを目指し始めたというのが真相だと言います。中略。日本にいる際もカヨさんとの仲は有名だった小室さんだが、 現在は、マコさんファーストに徹しているようだ。そして今度も、自分が何がしたいか、ではなく、結婚相手であるマコさんの希望を叶えるためだけに弁護士を目指しているのかもしれません。ある意味では、マコさんの言いなり、という見方もできます。その点が、なかなか合格できない最大の壁なのかもしれません。どう、小室さんの知人。以前、小室圭さんの代理人弁護士を務めていた人物が、 小室さんは弁護士資格の取得を目指していると言ってますが、弁護士になるとは言っていません。例えば、どこかの企業に就職するとかもしかしたら自分で起業するかもしれない。彼は今ライフプランを作っている、と発言したこともありました。小室さんは弁護士資格取得を目指していますが、弁護士になるとは言ってません。例えば、どこかの企業に就職するとか、もしかしたら自分で起業するかもしれない。 彼は今ライフプランを作っている。この説明で納得する人はいるのかな弁護士を目指していないのに、30歳過ぎて働きもせず司法試験の勉強をしているなんて馬鹿でしょ。じゃあなんでフォーダム大に留学したのフォーダム大も弁護士目指していない人間にマーティン奨学金を与えたなんて大学史に残るお点です。どこぞの企業に就職するというなら、留学なんかしないでさっさと就職して、 その収入から母親の元婚約者への借金返済に当てればよかったのでは。弁護士を目指していないどころか、最初から働かないでセレブ生活を満喫しようとしてマコさんと結婚したので、いくら取り繕っても国民にはバレバレです。小室圭が目指しているのは世界一の紐男。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。